しゃべっくりドイエーイ、始まりました、しゃべっくりドのしゃべっくりドー本日もテンションマックスでお送りいたします。はい、いやちょっとふわふわしてるね記憶っていうのはふわふわしてるもんだねあ、じゃあ分かった瞬間に普通に言いながらジャスティスとか言っちゃう自己紹介、はい、私が芝居企画テコールの斉藤優、はい、私が芝居企画テコールの神岡健二、はい、そして私が芝居企画テコールの石井匠、ちょっと今日濃いな。そうですね、はい、もう一本ね、3人でお送りいたします。はい。はい。じゃあもうサクサク回しましょう。サクサク回しましょう。前回さ、なんだかんだりする、めっちゃ長くなったやん。長くなっちゃったね。うん。ということで、早速本題に入りたいと思います。はい。で、今回僕がマックなんですけども、イエーイ、もういいよ。ハマってちゃうじゃん。はい。要所要所に入れてこうかな。いいですか？いいですよ。いいよで、何するの？はい、まあ、毎回エンディングでも、はい、そのツイッターとかでも宣伝してると思うんですけど、はい、その12月の舞台の公演が近づいてきたっていうところで、本当だ。で、たくみくん、はい、メイク下手やん。おー、ざっくりきたね。めっちゃ下手だから。下手っていうか経験がないよね。そういうこと。でも下手やん。まあ下手だね。まあまあ、でも上手くなってほしいけど、君メイク道具はほとんど持ってないやん。持ってないの？持ってないです。じゃあちょっとさすがにちょっと僕今イライラしているので、僕のメイク道具持ってきたんで、でまあメイク講座というのをやってみようと思います。おお、いいね。まあ普通にメイクするだけでもあれなんで、まあ例えば例題として、なんか好きな芸能人とかいます？こういう顔になりたい。あ、そう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 。あ、いいね。はい、はい、竹野内豊なんで決め顔してんの？この角度だと竹野内豊っぽくないし。もうちょっと休めよそっからだ。そっからだよね。だだだだだ。でも竹野内豊ちょっと面白いから今回匠メインでやりたいんですから。ゆうくんごめんね。なんか今度、ね、今度じゃあ竹内にしてもらってそうそうそう。匠にあった好きな芸能人とか。あのね、俺一重なんだけど、うん、二重の綺麗な、うん、綺麗なあの V6 の岡田くんとか。ああ、憧れちゃう。すごく二重が綺麗じゃない。確かにね。顔立ちも綺麗だし、うん、かっこいいしね。はい、ああいうのがいいです。じゃあそれしてくれます？うん、頑張る頑張る。できるの？できるできる。おお。結構メイクずっとやってるからね。もうここにあの編集で画像ポンポンで載っけるけど、自分結構メイクで結構顔変わるんで、多分匠も変われるはず。まあ、顔変わるのはねメイクだけじゃないけど。まあね。これ誰っていう時あるから。めっちゃね。あの俺が眼力なくなったやつ。そうでしょ。じゃあやってやって、早速やって。これを岡田君にしてくれ。ちなみにさ、あの似てる芸能人って何かあった？あのね、最近こう年を取ってきて、うん、言われるのはもうゆるキャラが多い。ゆるキャラね。ついになんか二次元になってしまった。それ大丈夫なの？そういえばさ、そうだよね。そういえばさ、主催の AKR にさ、ガチャピンとかって言われて。本当ね。かわいそうじゃない？かわいそうでしょ。食べちゃうぞ。さすがに、さすがにガチャピンはかわいそうなんで、ね、あのまあ岡田くんで試しにやってみようと思います。できるできる。任せて任せて。はい、ということでメイクを始めたいと思います。はい。お願いします。じゃあ岡田くんにしてもらいます。はい。じゃあね。じゃあとりあえず、あ、はじめまして、かみこです。メイク担当のかみこです。アシスタントのゆうこです。ほら、なんかこういう職業の人って、こういうなんかキャラクター多いじゃない？いるいる。だからやってみようかなと思って。聞かねえんだよ。ということで始めたいと思います。はい、で、後ろを向いてもらった理由としては、できた時の楽しみに撮ってもらうっていうことで、まあ、お客さんも視聴者もいろいろ解説しながら話していくんでお願いします。じゃあまずメイクのあれなんですけども、はい、私が使ってるこれ三つ星っていうやつ。三つ星なんかパレットでいろんな色が入っててちょっと汚いんですけど、いろんな色が入ってるやつなんですけど、これでいろいろやっていこうと思います。これあればね大体できるんで、
在できる岡田くんにもなれる。はい。でまあとりあえずベースメイクみたいな感じで、まあめんどくさいんで最近フェイスケーキっていうやつを使ってるんですけれども、これなんか化粧水とか水とかで溶かして、まあ顔に塗ったくってなんか肌色をつけていくっていうやつですね。おー、だから早速つけていこうかな。なんかポイントはあるんですか、僕が岡田くんになるための整形すればそんぐらいしかないわ。手を出してしまった。じゃあ早速塗っていこうと思います。あげなくていいの？はい、いいよ、私やるから。はい。ずっとね、こう憧れがあったんですよ。おいおい、僕の地元でドラマの撮影をしてまして、一時期ニャーニャー言ってるやつ、ね、はい、ニャーニャーですね。でその時からずっと好きで、いろんな作品ね見させていただいて、いやいいなっていう。でこれポイントなんですけど、顔にやりすぎてもしょうがないんで、耳のここら辺とかこことか耳の裏とかも案外お客さんから見えたりもするから、ここら辺もちゃんと塗らないと、あ、こいつなんか色がおかしいみたいな感じになっちゃうんで、それ意識してみてください。メイクの切れ目とかあったらちょっと恥ずかしいもんね。じゃあ ちょっといいこと言った。ありがとう。じゃあ次行こうかな。眉毛行こうか。岡田くんね、眉毛ですね、キリッとしてるから。そうね、切り眉ですね。あとりあえずあとね、すごい適当。終わり。アイライン。で、たくみくんあれですね、一重なんで、もうここら辺のわーってもう全部塗っちゃえばいいと思う。何その雑なんだよ。あとね、高校が舞台のてっぺんを撮る、あ、スズランですね、はい、スズラン の出てる時のてっぺんを、ね、撮る時の山田さんはかっこいいですね。やってみたいですね。岡田くんでしょ。山田の話どうなる。無理じゃない。よくメスおい、メス待って、痛い。ペンちょっとよくメスまたメスメスまたメス、はい、それバター塗りやすい。よくビンだ痛い。何だよ。ということで、はい、終わりました、うん、できた、うん、いやでもね、はい、クオリティとしては結構いいと思う。マジで、もうだってそれにしか見えない。マジで。楽しみなんですけど。え、じゃあ本人に鏡見てもらいましょう。僕と思っていくんで、ちょっと捕まえに行ってきます。それでは